平成23年台風第8号は2011年7月に発生した台風である。進路図2011年7月25日3時、フィリピンの東で熱帯低気圧が発生し、26日9時に台風となってアジア名、ノックテンと命名された。命名国はラオスで鳥を意味する。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名。 不安人と命名している。台風に発達した翌日の27日にフィリピンのルソン島に上陸し、同日の21時に抜けて29日に海南省を通過、30日にはベトナムに再上陸した。その後、31日9時にタイトラオスの国境付近で熱帯低気圧に変わり、同日15時に大陸の低圧部に吸収されて消滅した。 ルソン島では26日、台風に伴う暴風雨に見舞われ南部のアルバイ州で10万戸以上、南カマリネス州で約3万人が避難した。27日までにフィリピン当局がまとめたところによると、35人が死亡、25人が行方不明となっている。またアルバイ州などで70万人以上が被災した。最終的に、 フィリピンでの合計死者数は75人となった。29日、海南省北東部に台風が上陸したことにより、同省では死者2人のほか75万人に被害が及んだ。経済的損失はおよそ3億7700万元であった。また、ベトナムでも3人が亡くなっている。ベトナムやフィリピンなど台風の影響を受けた地域での死者の総計は100人を超えた。 ありがとうございます。